ようこそエナシフ TV へ。本日は木村加工機の話題です。はい、はい、そうですね。木村加工機、結構馴染みがない会社かなと思うんで。そうですね、今日はあの脱炭素の切り札、アンモニアと水素で非常に頑張ってる会社なんですけれども、はい、最初にちょっと事業内容から紹介しましょう。はい、お願いします。はい、事業内容の化学プラント、それからエネルギープラント、環境リサイクルプラントの EPC、 これはあのね、設計調達運用建設、そういうところからメンテナンスまでトータルでエンジニアリングで提供する会社なんですよ。はい、しかも歴史あって創業90年を超える企業なんですよ。歴史はい、しかもこのエネルギーあるいは環境事業、この中では実は原子力関係の周辺装置などを扱っていて、はい、結構ね、そういう意味では非常に日本で重要な役割を果たしている会社ではあるんですよ。この木村加工機なんですけれども、ちょっと株価見ていきましょう。はい、2020年3月頃までちょっと下落してたんですけれども、10月頃からまた上昇に転じてます。はい、で現在も底値の倍ぐらいになってるんですけれども、倍以上、はい、ね。で過去5年間ちょっと見てみましょう。はい、2017年末それから2019年末にはそれぞれ急進と下落っていうこのちょっと山ができてるんですけれどもね。はい、ただ現在の株価見るとこの2度の山はちょっと超えたところの高値になってます。そうですね、頑張ってるなってところなんですけれども、そこの頑張りをちょっとね、後でちょっと話したいと思うんですけれども、はい、業績を先に見ましょう。はい、2021年3月期決算、受注高237億4300万円、売上高215億1600万円なんですけれどもね。はい、こうしばらくの数字ちょっと出してますけれども、はい、利益は19億6600万円、はい、で前年比で増収増益なんですけれども、はい、気になるのは先ほどのちょっと前のグラスで、受注高が下がったところは気になるところではあるんですけれども、そうです、ね。まあ、ここはちょっとね、これからちょっと盛り返してもらいたいなと思うんですけれども、でもまあメインのエンジニアリング事業、これが好調なんで、はい、ちょっといけるかなっていう気はする会社であります。はい、でそれから遠隔なんですけれども、1924年木村秀吉さんが大阪市で木村遠光所として作ったのが対象です。なるほど。で1939年この時に兵庫県尼崎市に工場を新設、これがね現在の本社になったんですよ。1961年大正2部に上場しまして、その後木村加工機っていう今の名前に改称しました。はい、そして1971年この時東証一部に上場しまして、現在に至るということになります。まあ、そんなような会社なんですけれども、注目されるのは、はい、エンジニアリング事業部の少年なんですよ。なるほど。この図見てください。はい、化学プラントって実は結構エネルギー使ってるんですよ。で特に蒸留部門、例えば蒸留ですとか、あるいは物質の合成分解、そういうところエネルギーが使われるんですよ。なるほど。これを熱源をヒートポンプにしたらどうかっていうのがこの会社の大きいアイデアなんですよ。はい、でしかもヒートポンプ、はい、ヒートポンプっていうのは、こっち側の、エアコンとか冷蔵庫に使われている低い温度のところから高い温度に熱を組み上げる仕組みなんですけれども、1の熱で3の熱が作れるというね、そんなような仕組みなんですけれども、これをさらにアンモニアと水素に応用したっていうのが、多分この会社にとっての非常に将来性を感じさせるところなのかなと。なるほど。はい、思うんですよね。はい、実際にアンモニアの処理ですとかアンモニア合成、どんな風にエネルギー使ってるかっていうことも示した図です。実際アンモニアを作るんでも水素と窒素、これに混ぜて本当に高い温度の熱を加えることによって化学反応が起きて、でアンモニアができると。でこのアンモニアが例えば肥料とかに使われていると、これ実は高校の科学の教科書なんかにも載ってる話なんですけれども、そういうところで熱使われてるわけですよね。そこをヒートポンプにしたっていうのは非常に大きいかなと思います。でさらにこのポイントっていうのはヒートポンプどこで使ってるか、この図見て分かると思うんですけれども、左側は今までのアンモニアの作り方です。はい、右側はヒートポンプ使ったところです。高温の熱をさらに温めるのに、低温の水から熱を取って、その熱で高温を温めてるんですよ。ここにヒートポンプ使われてるんですよ。なるほど。神戸製鋼所が作っているヒートポンプなんですけれども、これによって非常に省エネができたと、いうことなんです。しかもここに水素も絡んでくるんですよ。最近やったことなんですけれども、このアンモニア水をプラズマメンブレンリアクターっていう装置を通すことによってもう一回水素を取り出すんですよ。でこの時の実証実験ではこの水素を使って燃料電池を動かしてるんですけれどもね、これ何ができるかっていうと、海外で例えばグリーン水素やブルー水素を作ったとしますよ。それを液体水素で運ぶって非常にコストがかかるんですよ。ですからもうそこでアンモニアにして運んできて、アンモニアのまま火力発電の燃料にしようってことが動いてるんですけれども、このアンモニアからもう一回水素を取り出せば水素を使えるわけですよ ね、そうするとこれまでの液体水素として持ってくるんじゃなくて、アンモニアとして持ってきたらもっとコスト安くなるんじゃないかと、という期待があるわけなんですよ。そういう意味では非常に気になるところなんですよね。はい、そうですね。はい、実際どんな装置なのかなっていうと、これ写真を出しました。左側が、ヒートポンプ式アンモニア回収装置、
チで、右側は同じものなんですけれども、はい、写真だけ見てもね、もうパイプがいっぱいあってね、なんだかよくわかんないんですけどね、こういう工場が大好きな人は結構好きかなと思うんですけれども、こんなようなものを実際作ってやってます。もう一つやっぱり大きい事業としては原子力、気になるかなと思うので、そちらもちょっと紹介しておきますと、今原子力発電ってもうこれから新しいもの立たないよねって言われてるんですよ、日本では。じゃあこの会社の原子力産業ってもうダメなんじゃないかなって思うかもしれません。でもそうじゃないんですよ。実は原子力、これからもう運転終わった原子力でもこれから廃炉にするために30年40年かかるんですよ。あるいは使い終わった使用済み燃料、これも処理しなきゃいけないんですよ。そういうところでもこの木村加工機の原子力の技術が使われるんですよ。あるいは使い終わった燃料を輸送したり、そんなようなことを考えると、この原子力の事業っていうのはたとえ新しい原子力が立たなくてももう30年40年必要な事業なんですよね。そういう意味ではここっていうのはすごく大事なことを期待できるっていうか、期待っていうかまたね、非常に考えてきたいところになるかなと思います。そんなような能力、社会的な責任って、その辺を持った木村加工機なんですけど、ちょっとまとめの方に行ってみたいと思います。やっぱりヒートポンプを利用した化学プラント、この上流、例えばね、上流というところに使ったその省エネっていうのはこの会社にとって今非常に大きな武器になってます、しかも使ってる先、とりあえず今アンモニアと水素っていうみんなが注目してるところに使ったって、このことは非常にポイント高いんですよ、この会社にとって、同時に原子力、これももうこの先バックエンドの需要はずっと続くんで、非常に大事な役割を持ってるんです、こういう木村加工機なんですけれども、まだ課題あるなと思ってます、もうすぐ創立100周年ですよ。ところが100周年控えて、この会社もうちょっとね、ビジョン語っていいんじゃないかと思うんですよ。先ほど言いましたように、省エネ、ヒートポンプ使う、これは大きな武器なんだけれども、でもこの武器で戦えるのってせいぜい10年です。そうですね、そうするとその先どうするんです、次のビジョン、次の方法、次の戦略を考えていかなきゃいけない。そこはもうちょっと表に出していってもいい話かなと思いますよ。そうですね、そしてもう一つはちょっとね、見てると情報公開が不足してるのかなという気がします、この脱炭素もそうなんですよ。脱炭素何やってるかって、もっと情報を出さなきゃいけない。そこのところがやっぱりもうちょっとね、足りないかなっていうところを思うところなんですよね。そこをしっかりやっていくと、この会社非常に面白い会社、重要な会社になっていくと思うんですけれども、どうなんでしょうね。そうですね、本日は木村加工機でした。チャンネル登録、高評価、通知もオンでお願いします。コメントもお待ちしております。それではまた次回。